昭和の時代に映画やドラマで活躍した女性俳優たちの美しさは今でも印象に残っている人が多いことでしょう。現在でも活躍している昭和の美人マドンナ女性俳優も多くいる中、人気を集めたのは誰だったのでしょうか。ランキングを見ていきましょう。3位は大原麗子さんです。端正な顔立ちと鼻にかかった甘い声で独特の存在感がありましたね。2位は夏目雅子さんです。将来を有望されながら白血病で27歳の若さで亡くなり、記憶に残っている女優さんですね。1位は吉永小百合さんです。男はつらいよシリーズでのマドンナ役などでも話題を呼びました。今もなお第一線で活躍中で、2023年9月には山田洋次監督による映画こんにちは母さんで主演を務めるなど、昭和を代表する女性俳優として多くのファンから愛され続けています。投票者からは、人格が素晴らしい永遠のアイドル、今も美貌を持って活躍してる青春時代のお姫様です、といったコメントが寄せられていました。タモリさんも大好きらしいです。